中川ひろたかの見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川ひろたかです。見えるラジオ第142回目の放送でございます。私これから佐賀の方に行かなきゃいけないんですね、すっかり収録を忘れておりまして、今日は手短にですね、お送りしたいと思いますけど、なぜ佐賀に行くかと言いますと、うちどくフェスティバルというね、このようなものが ありましてですね、うちどくというのは、うちで読書して、家族とのコミュニケーションを図ろうじゃないかという運動なんですね、それに呼ばれまして講演していきますけれど、ちょっと急ぐんで、今日はですね手短にお送りしたいと思いますけど、フィネルズの、横田のマーキーライブをですね、見ていただきたいと思います。2部の途中まで掃除機ボーンまでお送りしましたけど、そこから最後までですね、一気に見ていただきたいと思います。ちょっと長いんですけれど、佐賀に行くんで、そういうことで勘弁していただきたいと思います。ここでですね、クリスマスコーナー、そうですね、そうです ねもうすぐですからね、クリスマスといえば、はい、山野さん、はい、私クリスマスと言いますと、あ、もうなんか笑われてる、アカシアサンタっていう、そう、毎年クリスマスの夜中にやってる番組があって、アカシアさんまさんが視聴者の方から電話を受けて、不幸話、そう、不幸話聞いて、面白いなと思ったら、あれできなかった引き笑いしながら、だからこうカラカラって鐘鳴らす時に後ろで流れてる曲が私の歌だっていうことを何年か前に知って、もう番組始まった頃からずっと流れてたんですけど、それで去年じゃあ一回と思って本当にハガキを出したんですよ。普通に、はい、視聴者として、お話じゃなく、実はいつも使っていただいてる曲は私の曲なんですって書いて、一応電話番号も書いといたら、そしたらその当日番組中にさんまさんから何も言わずに、あ、一応1週間ぐらい前に、スタッフの方から多分電話がいいと思いますって言って、本当かな、待ってたら、本当に電話があってきて、さんまさんが番組の中で、で、テレビ越しに話をして、はい、テレビ越しにとか、なんか自分が勝手に、まあ、声だけが大体わかる状況で、はい、先行こうか、本当に、私の歌でずっとそこのおめでとうクリスマスその場で歌ったんですよ。やってよ、やってよ。それで、あ、そうなってるんです、この話、あ、いいよ、はい、で、番号を選んで、なんか商品が当たるんですけど、じゃあ私は末広がりで8番って言ったら、ほな8番やなって8番開けたら、おめでとうございます、お酒が1年分当たりましたって言って、ビールが1年分どっさりお迎えできました。何ケース、何ケース、16本入りが24本入りが16ケース、380何本、本当に1年分なんだね。そう、床抜けるよね。いや大丈夫です、一応ならちょっとなんか上に積んで写真だけ撮ってすぐ下ろしましたけど、でもビールって半年くらいしか賞味期限がなくて、一応半年でだって、それをなんか1年いっぺんに怒られてきたから、どうしよう、いろいろみんなにいただきましたよね、分けたりとか、スタッフとかに分けたりとか、それでヒネルズ組む前、去年です。あれ、俺のこと来ない。言っちゃった、言っちゃった。取りに来ていただいて、取りに行かなきゃいけなかったんだ。そう来れる人来てね、さっと取りって言って、みんな取りに来てもらって。とにかく早く飲まなきゃいけないと思って。おっちゃんもらったの？もらいました。ひねりさんの集まりがなかったんですよ。賞味期限があるからね。もう一回電話しなよ。そうだよ。今年番組で出て直接さんまさんの横で歌いたいですとかって去年言ったんですけど、ああ、考えとくわーって言われて、今のオファーないから、今年はないと思う。いいじゃないの。いや、すごいね。歌ってっていう話がありました。あ、それがカランカランってなんだ。はい、カランカラーン。不幸話で、おめでとうクリスマス、おめでとうクリスマス、おめでとうクリスマス、お祝いしましょう。これ必ず流れるよね。そう、鐘が鳴るとね、はい、いつやって
ってんの、24日か25日の夜、今年は25日の夜中らしいですね。だから四国の仕事終わったらもう終わるかも、終わるしねそんなことがありました、はい。それでクリスマスソング一人一曲ずつ出しましてですね、はい、それぞれが歌います。まず佐藤さんが、はい、一つの明かりを見るために、これ去年ですよね、 CD を中川さんと新川さんのお宝発掘 CD というね、うん、だからこれお宝で、ね、あの埋もれてたっていうことですよね、この曲が。ヨちゃん何やってる、どうしたんですか。そこにあるよ、え、その CD、 そここれこれこれ何やってる、自分家じゃないんだからさ、こっち行ったりこっち行ったりしゃがんだりさ、最近なんかどんどん小物が増えていくんですよね、ここのバンドにいると。そういうことじゃない、そういうことじゃない、この棚のアルバムに、うん、光ってるから。でこのアルバムどうしてできたかというと、うん、中川さんと新座さんの歌で作りたいんだけれど、中川さんと新座で未発表の曲はないかと言われて調べたら100曲近くまであるんですよ。でその中から厳選しまして25曲選んだ中の1曲なんです。見たら1994年9月に作られてる、ね、雑誌用に作ったんだけど他の候補曲が勝ったんだろうと思って、これはボツになっちゃった。こんないい歌が埋もれてたっていうの、それ以上の歌があったんでしょうね。さすが。また言いませんけど、知らんけど。流行語大好きだったよ。ねえ、そう、すごい好きこの歌。俺もこれ好きだよ。俺も好き。吉田さんに聞いたらクリスマス用に書いたんじゃないんだよねって言った。マジ？うん。だけどなんかクリスマスっぽくて。だって9月って割合それっぽいよ。うん、9月ぐらいにクリスマスソング作るからね。これだけ聞いたらそう言ってました。本当？あれ忘れてるんですかね。いや、あの人忘れるわけないから。新澤さん忘れない人だから、ね、忘れない人だから。じゃあそうなんだ。やっぱりもうほら、俺なんかすごい忘れっぽいから中川博隆グラフィティっていう自叙伝を書いたんですよ。このマーキーのことも書いてますけどね。マーキーの上野さんも、マーキーの、マスターの書かれた本が出版されたそうで、このマスターのここにね、僕のことも書いてあるんですよね。あ、ないあ、ないないない老舗中の熱く駆け抜けよ。もう45年の歴史がここに書かれていましたね、はい、すごい。読ませていただきます。ざっと言いますと、有名になられた方どうぞ。ここで歌って有名になられた、うん、例えばどなたが、例えば、うん、バービーボーイズの京子ちゃんとか、からアナーキーとか、アナーキー、アナーキー、はい、とか、そうか、そんなことでもないんで。お兄さん知り合いで坂田治さんもここに出てましたね。ね、治兄さんもね、うん、まあまあそれと仲がない。いや、すごい。という、何の話だっけ。そうそう、クリスマスの話じゃないですか。で、辞書は、新座を忘れない話だよ。随分飛んだな。で、新座は、まあ、忘れないんで辞書年書くよって言ってるんだけど、詳しいからね。忘れないから書かないんだよ。はぁ、なるほど。別にいいんだ、もったいないよね。もう入ってるんですね、頭の中。人に見せろよ、なんすよ。なるほどね。では、一つの明かりを見るために、はい、一人
山田さん。じゃあさ、違う曲で言える。あ、そうだ、他の曲にも。この次の曲。わかりました。はい。コスパ考えたら。山の楽器で溜まってきたんだから。はい、持ってていい、持ってていい、はい、あれ、どこれやるやるやるんじゃ大変だね。音取れない。俺やるか、俺やるか。いや、俺が膝に当てよう。あの、主治医の許可は取らなくて大丈夫です。大丈夫だ。マジでつける。いや、やめます。リョージョンテープあるから。マジで、言えば、え、本当に、はい、歌いたいんだけど。すごい。途中で飲んでガシャガシャ言わないようにね。さすが茂下先生の膝小僧。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 今年の足のとメダル踏めないか、まあいいや。もう行くよ先。今日はクリスマス。
を残してくれましたね。ではクリスマス鳥はようちゃん鈴は外してね。今丸めたテープがアンプの下に転がりをしましたけど、来年もしここ来たりして覗いてみたらまだあるんでしょうね。きっとあるんでしょうよ。私これからクリスマスのエルヴィスのクリスマスのクリスマスの南部の南部でエルヴィス外人なのにクリスマスの発音悪いんで、あの南部のメンフィス、メンフィス、メンフィス、あのブルークリスマスということで歌います。で、私が前から、こう目の前で歌ってこのフロムヨーちゃんカードを渡しましたら、手を上にパンと両手を上げてキャーってこちらで失神をしていただきたいんですね。あのラスベガスだとお客さんからハンカチもらって汗拭いて返すとクワーって失神するんですけど、まあ今日はね一方的にこちらから渡す形にそのご協力いただければ、え、大変申し訳ないんですが、あの女性の方限定で。あ、その方がいいね。ドキドキな欲しがってる人やん。Thank you。
誠にありがとうございました。彼女がいないっていうのにハート振り巻き軽いやつだよね。マジでてもうハートねばらまいてたで。すごかったですね。ありがとうございました。ありがとうございました。クリスマスといえば、まあ、プレゼント、まあ、プレゼントというか、今年買った中で何が一番良かった？何が良かった？今年何か買ったでしょ？なんかそういろいろ買ってますね、はい、その中で一番良かった、良かったもの、あ、これ良かったなと思うのは、うん、まあ、女子はやっぱり髪は命じゃないですか。ああ、ね、それで寝てると布団とかこう枕とか擦れて、うん、朝起きると結構爆発してることが多いんですけど、美容師さんにこれいいよって教えてもらったのが、うん、シルクのナイトキャップっていうんですか、帽子みたいな形になって、ここがちょっとゴム入っててピロピロピロってこうなってるやつ、あれをかぶるとしっとりするんですよ、朝起きた時。そう、綿とかよりもその器具がすごくいいみたいで、ちゃんとまとまってるゴミ出しの時さ、こんな頭でいかないんだけどそう、すごく髪の毛に良くて、なんかこうあんまり傷まないっていうか、こう、こう乱れた毛が少なくなったとか。あ、そう、はい、すごく良かったです。はい、でもやっぱり起きてみるとずっとかぶってることになって、必ず目が覚めるとどっかに何か置いてるでマスクもそうじゃないですか、寝てる時のマスクとか夜のマスクとか、その間に乱れたらしょうがないよね。そうだねでも一回夜中に必ず起きるんですけど、そうすると、あ、大丈夫大丈夫大丈夫って思ってます。あ、そう、やっぱり全然違います、それしてると。本当、それはすごく今年買ってます。なんか昔のなんかアメリカのなんか映画が見るとさ、お父さんがかぶってるじゃん、ナイトキャップ。そういう意味なのかな、なんか大草原の小さな家みたいな番組とかでみんなかぶってます。あれあれすごくいいです、シルクがいいです。安いの？アマゾンとかで1,200〜1,300円ぐらいだから、そんな高くなくて、じゃあお父さんいいじゃないですか。帽子も全然見慣れそうもないよ。マグロタワーでもいいかもしれませんね。シルクはいいんだなと思います。ようちゃんは？え、何、今年買ったの？これはそうですね、そう今年、結構暑かったじゃないですか、夏が。うん、忘れちゃいました。まあ毎年暑いそれで悩んだんだけど、あんまりこういうのどう、なんか若いチャラチャラしてるやつはいいけど、俺はどうかなと思ったんだけど、日傘男子デビューをしまして。ああ、いいよね。はい、あれやるとね、晴雨兼用って、雨でもの日でも。俺はね、水陸両用って言ってるまあほぼ似た同じことですけどね、違うか日傘めちゃめちゃあれはいい、俺もやってるよ、うん、日傘男子っていう、うん、そうですか。なんだ、中川さんもやってたんだ、うん、いやいいよいいよ日傘はいい、男性も必要ですね、やっぱね。純くんは？あ、油断してました俺もバイク外してたで。そのあれ、髪型モヒカン、ソフトモヒカン、これ自分で買ってるんです。自分でそれはいいですけど、なんか買ったもので、今年買ったもの、アップルウォッチを買いましてデビューしたんですけど、これが改札とか通るの便利なんですけど、ドラムをわーって叩いた時、あ、これって転ぶと転倒検知しましたって出て、通知してくれるんですよ。ドラムでわーってやってドーンってやったら転倒したと通知しましたって出て、あーって大丈夫ですってボタン押さなきゃいけなくて、どこに通知されるどこに行くんですか。このままにしとくと警察とか病院とか神さんに電話がいい。やばいと思って、大丈夫です大丈夫です、ドラム叩くたんびに電話して困るので本当に倒れた時何もしてくれなくなるからでも実際それで助かったっていう人の話、この間ニュースでやってました。やってましたね。はい、そう、はい、すげえな。転倒したら通知してもらいます。お母さんは血圧とかさ、あれが心拍数は出ますね。あ、だからさっきのレースマンで酸欠になったら通知が
奥さんの中心で。ベースマンやるときは必須だね。200ぐらいいってんじゃないですか。ちゃうかもしれない。行き過ぎたらちょっと中断して。クマさんは何か良かったものありますか。あのね、今日皆さんところに配られたと思うんですけど、今度ねすごいミュージカルがありましてですね、うん、これライハルにあるんですけれど、でこれが3月31日から5月の3日までほぼ毎日のようにですねステージがあるんですね、あの、うん、その主役はね中村麗華君って、ジャニーズの、うん、セブンメン侍っていう、割合大きいところで、全国6カ所でやるんですけど、でそれでそのミュージカルの使われる歌は全部俺の歌なの。すごいですよ、もう本当にね、あの上野さんね、マーキーから始まったんですけどね、もうここまで頑張ってきたそのご褒美だと思って、上野本当にね、もうあの泣きそうですよ。泣けばいいのに。いい話してるとき言いにくいよね。そう、うん、でそれ で僕もちょい役で出るんですよ。でちょい役なんですけど、結構重要な役で、重要な跳躍なんですよ。なんですか。まあ本人出るだから人重要なんでしょうね。いやまあまあそういう詳しくはまあちょっと言えないんですけど、はいはい、でそのスケジュール表が送られてきた時に、あこれは鍛えなきゃいけないと思って、もうへこたれてる場合じゃないなと思って、自転車を買いました。おお。で今引っ越ししたんですけど、辻堂のあたりっていうのはもう平坦なんですね。平坦だからあの結構自転車も多くて、うん、なんかね、うん、のんびの自転車ライフをこう楽しんでるみたいな、それとか自転車じゃダメだと、やっぱり歩かなきゃダメだとかなんか言って、万歩計も買ったりしました、はいはい、私も万歩計買いましたね。であのそういう健康に、健康というか鍛えるためにちょっと毎日頑張って。素晴らしいですよね、すぐ汗かいちゃってさ、もう新陳代謝がいいのかね、なんとかわかんないんだけど、まあ、それで、うん、まあ、着替えを持って歩きに行ったりですね、していますよ。見習わないかな、はい、見習わないと。そこ噛むとこじゃない。心がこもってなかったです。いや、俺は悪いとかな。ちょっと後で見てみ。何も言わないでください。じゃあもう吹き替えでちゃんと入れとく。はい、ということでみんなの今年買った良かったものを聞きまして、コンサートもいよいよ佳境に入ってまいりました。佳境。あれ高島やっぱ聞いてた。もう一回チャンスを、長いことやってまいりました。私たちもコンサートもじゃねえや、ここは違うとこだ。まあ、あのクリスマスの夜ね、みんなのクリスマス、今年買ったもので良かったものを聞きましたけど、ね、そっか、いよいよ。だいぶ手前になっちゃう。コンサートもみんなもやれば。コンサートも佳境に入ってまいりました。佳境。これやるとカメラがこうやって動かれるね。2人またキャロルキングだね。そうだ、キャロルキングだって。ベインキングの話したよね。しましたね。あ、キャロルキングとベインキングと、あとトンサマキングスの話したね。ジェシーキングと、ジェシー、あと何かございませんか。キングキング、キング&クイーン、キングリ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 、ダニーだとパラダイスキング。おっと、すごい、ブーババボーババババーババ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 、ゲストでここの弓子。そう、そのバーボーバーボーも聞いただけの酸欠です。ではキャロルキングの若い頃作ったロコモーション。Yeah.
長いことやってまいりました私たちのコンサートもいよいよ最後の曲になってしまいました。君たち褒めるずじゃない？すごい。すごいですね。今年一番の絵いただきましたね。今年一番の絵の最後になってきました。はい。あ、じゃあ最後になって映画やってきたって言ったんです。どこからやり直す？大丈夫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 。後でビデオ内容を入れ替えとくから。またテレコやってみて。一応最後です。楽屋ちょっと入りにくいんでこの辺うろうろしてますけれど皆様にはやるべき仕事がございます。わかりません。これ以上は言いません。これ以上言うと強要に当たりますから。あのね、強要よ。外国人の人がさ、俺と起きてさ、ということで、最後には君の瞳に恋して、うん、行きましょう。フランキーバリI'm not afraid to die.
思いもかけないアンコール、ありがとうございます。こんなことは生まれて初めてです。楽しいね、もうついつい乗せられてしまいましたね、私たちね。ありがとうございました。はい、アンコールね、私たちバンドの名前にも由来になってる、これですね、曲をやりますね。はい、やりましょう。はい、インフォメーションございませんか。あ、何かのですか、うん、今年のとか何かライブとか、ライブとかあったら。 ないです、もう今年これ私最後のライブです。ありがとうございます、いただいて。なんかよかった、よかったね、いい仕事ぶりでしたね。良いお年を。あー、そうか、寂しいね、なんか。なんかモヒカンショーとかやればいいのよ。モヒカンバリカンショーとか。私クリスマスは香川県に行きまして、ファミリーコンサート。香川のいいとこだよ。はい、中川のね、中川のうちのね、三文字香川。おお、本当だ。おお、うまいな。もうほとんど俺は香川県でできてるよ。うまいな。名だけ違うんですね。名だけ違う。はい、すぐ楽しみです。25日ね、25日、ソングオールスターズってね、くだらない練習と一応私もピアノで行きます。あ、そう、ヨウちゃんもね、一番くだらないやつ。いや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 、とんでもない。最高、最高、やめて。ということで、いろいろ、俺たちはそれが最後かな。ヨウちゃんまだあんの。あ、もう、あ、演奏はないですね。どうですか。はい、あの、それ以外は何でしょう。まあ、いろいろ打ち合わせとかレコーディングとか。あ、そうだね。そう、ちなみにミュージカルは2月の10日から稽古に入るっていうね。大変ですよ、どうすんだろう。僕ね、3月31日からでしょ、もう69歳になってるんですよ。あ、2月14日、2月14日誕生日だからね。あら、もう69歳でね、ミュージカル初の。あら、すごくない。本当に大変。最年長だよ。間違いないです。間違いなく最年長もあるけど、だからさ、足で的になっちゃいけないし、鍛えなきゃ。すごい、やっぱ俺すごい。まあ、本当の話すごいなと思う。だってね、膝鍛えないとやっぱりね、来るよね、体力とね。だって池袋だからさ、富士山から池袋って言って1時間なんですよ。で、池袋がまた遠いんだよな、サンシャインで来る。そう、それって一応都内ですけど、大阪とか金沢とか旅も長くなると辛いんですから。いや、楽しんで偉いな、やっぱり偉い。中さん偉い。下も行ったら言ってみよう。はい、わかりました。勉強になるね。皆さん、書いておいてくれます。下も行ったら中川さんに言う。それでは、ヨウちゃん、ね、で、普段はあのアンコールは1曲っていうふうに、まあ、医者から止められてるんですけど、ね、まあ、あの中川家の家訓でもあるんですけど、今日はあの乗せられちゃって気持ちよかったんで、久しぶりのマーキーっていうこともありますんで、まあ、ちょっと恩着せがましい言い方にはなりますが、2曲お送りしたいと思います。レンズ・クーパー・ゲインと、それこそ日本のオールディーズです。フリサ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 長さん、あの、ふるさとです。その前にツイスト講座をやった方がいいんじゃないかと思います。ああ、そうだ、お願いします。そうだね、お願いします。皆さん、あの、私ヒネルズツイスト担当のヨウちゃんです。今度やる曲はレッツツイストアゲインといって、チャビーチェックの雑の中川さんを似顔絵をしてくれたやつで、めちゃめちゃノリノリの曲ですので、皆さんにツイストを踊っていただこうということで、簡単な踊り方、両手をグーにしてあげてください。目の前です、顔の前です。それで手を、じゃあ皆さんで言うと右にグッと持っていってください。そう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 、その時足左に行く。ほら、腰がひねれてますでしょ。痛いでしょ。早めに今度はこの手を逆に持っていって、足を持っていく。それをはい
はいはい、あもうこれ皆さんすごいこっちから見てるとめっちゃツイストかっこよくない。それでそっから右か左どっちかの軸足にして両足でもいいですけども、こうやって立っていくと ちょっとあの感覚あれですけども、うまく見つけて皆さん立ちましょう。今日踊ってみましょう。はい、今年最後のダンスです、ね。お気をつけて、はい、あの落ち着いてゆっくりで大丈夫ですよ。あ、広いとこ見つけて出てくのも正解ですよ。あっちの、ね、カウンターの近くとか下思いっきり踊れますんでね。Thank you.
今月の歌新しいおめでとうを聞きながらのお別れです。では沢に行ってまいります。さようなら。新しいお日様が新しい朝を連れてきた。新しい光が新しい僕の目を覚ます。おめでとう、おめでとう、一年の始まりだ。おめでとう、おめでとう、新しいおめでとう。新しい服を着て新しい街に出かけよう。新しい青空、新しい雲も微笑むよ。おめでとう、おめでとう、楽しい年になるといい。おめでとう、おめでとう、新しい